はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。本日の配信なんですけども、ちょっとしたトレンドですかね、現在の流行りのカードというのをちょっと紹介していきたいと思います。流行りってどこから来るんですかね。なかなかね、それを知るのは難しいとは思いますが、ちょっと流行っているそのカードから何かを読み取り、次を予想していくことはできるかもしれません。今回はコロムシ普段こんな見方をしてるんですというのをね、一部ちょっと紹介していく動画となりますので、ぜひお見逃しなく、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではね、始めていきますが、その前に今週の24日水曜日から彼らが姿を現しますね。これもしは楽しみで仕方がないです。なんとかね、全部集めたいところではあるんですけど、こちらですね、長場さんの書き下ろし V's のプロモカードの配布がスタートされるんですね。待ち遠しい方も多いでしょう。1000円以上購入で1枚つくので、まあ、かなりの量が配布されると思われますが、間違いなく数に限りがあるでしょうし、少ないことも予想されます。なぜそう思うかというと、配布するプロモカードはもちろんお金にならないからです。商品の販売促進の一環で行う配布ですから、ある程度話題になればそれでいいと判断される可能性がありますし、長場さんイラストプロモはですね、以前ピカチュウで一度行われておりますよね。ある程度の、販売傾向とデータが出ているはずなので、それを参考に製造していると考えるからです。現在のね、ポケカユーザー数の急増を考えれば数日でなくなるんじゃないかなと思っております。せっかくだからお伝えはしときますけども、その長場さんのピカチュウ、前回のやつ、前の配信でも言いましたが、上がってくると予想しておりますので、お持ちの方は大切に。V'sの配布がね、終わったタイミングくらいから、変動がありそうな気がしております。こちらはね、こちらでチェックしておきましょう。まあ、とにかく、V'sプロモのゲット頑張りましょうね。これ、ランダム配布ですから、全種集めるのが大変かもしれませんけどね。ただね、ちなみに、ビームスではね、もう配布が始まっているみたいで、もうね、フリマアプリとかではガンガン実は出てるんですよね。まあね、気を取り直して、純粋なゲットを頑張っていきましょう。今週水曜日スタートでございます。ということでね、始めていきましょうか。冒頭でもお伝えしました、流行り。今回ですね、この、流行りをですね、紹介したいと思った理由なんですが、おそらく皆さんよくご存知なんですよ。現在何が売れていて、何が人気があるのかとかはね、下手するとコロムシよりご存知の方が多いんじゃないかなと思っております。そんなことを配信したってね、ってね、感じる方々もいらっしゃると思うんですけど、なぜ流行っているのかを知ることができれば、まあその傾向から、もしかして次はこれが来るかもという考察能力を身につけることにつながるかもしれないなと考えたからなんですね。皆さんが比較するのは9割方価格だと思ってます。そこではないところで、自分なりの考察が描ければ、そしてそれが後々正解だったら、まあ、これワクワクしませんかね。ということでね、そのあたりが伝えることができたらなと考えております。ということで始めていきましょう。トップバッターはこちらでございます。 EV の CHR です。2021年12月3日発売、 VMAX クライマックス収録の CHR です。鳥茶さんのグラフを見てみましょう。これ皆さんご存知の通り、最近価格が上がりまして780円になりましたが、在庫が切れてしまいました。現れた時には1280円になって登場しました。いわゆるね、現在の流行りの CHR ですね。女の子が伸びているのは大変有名な話だと思いますが、 EV をはじめ他の V's も実はCHR 動きが出てきてるんですね。それこそね、長場さんプロモの影響もあるかもしれません。一緒に写ってるのはまさきです。ついでにこちらも見ておきましょうか。これ2018年5月3日発売のチャンピオンロード、収録のまさきのメンテナンス SR でございます。実はこの子も5月3日14,800円を最後に在庫がなくなってしまいました。なんかね、関係あるんでしょうかね。こういったところをね、ちょっと見ていくようなやつでございます。どんどん行かせていただきます。はい、次行きましょう。こちらロズレイド CHR でございます。2022年2月25日発売、バトルリージョン収録の CHR です。これも、最近の流行りに乗ったんですかね。まあ200円前後だったんですけどね、それが590円に変化と。まあ価格だけ見ればね、大したことないのかもしれませんが、変動はやっぱり気になりますね。一緒に写っているのはナタネです。こちらも見ておきましょう。はい、2022年4月8日発売のタイムゲイザー収録のナタネの活気です。この子もね、上がってきてますね。まあ一番高騰した時の価格まで戻ってきていて、14,000円まで復活してきました。この子はね、このナタネの活気大好きなんで非常に嬉しいですね。ついでにこの子も見ておきましょう。2022年12月2日発売、 VU に収録の SAR の方ですね。まだね、最高値までたどり着いてはおりませんが、ほぼ同じタイミングで上がってき
来ております。イラストもね大変素敵なんでね、もっと伸びていいカードだと思うんですけどね。ただ注目はこれしといていいんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じでいろいろ見ていきましょう。次はこちらです。ジュペッタ CHR でございます。2021年12月3日発売、同じですね、 VMAX クライマックス収録のカード。こちらもね金額は可愛いです。293円ですからね。ただ一気にやっぱり変動しているのはやはり気になりますね。一緒に写っているのは不要です。ということでこちら2021年1月22日発売の一撃マスター収録の不要 SR です。まあトレチャさんのグラフを見る限りだと5600円ということで5000円前後のベース価格から抜け出している感じはないんですよね。ですがこれ実は5月14日今から1週間くらい前ですか、在庫が実は切れちゃってるんですね。 V クラをはじめね、2021年発売のカードはここ数日間でどんどん在庫がなくなっております。このようなね動向もちゃんとちょっと確認をしておきたいところですよね。はい、次行きましょう。こちらでございます。ジャローダ V の CSR でございます。2022年9月2日発売、白熱のアルカナ収録のキャラクタースーパーレアです。もともとね人気のあるカードで6500円前後を徘徊しておりましたが、在庫がポンとなくなりました。そしてまたポンと現れて6980円と、これもねもしかしてすぐなくなっちゃうんじゃないかなと予想しております。一緒に写っているのはねこれメイちゃんですね。これも見ておきましょうか。こちら、2019年8月2日発売のドリームリーグ収録のメイでございます。5月12日の10万9000円を最後に在庫はございません。もうねこの価格では入手できないと思います。先日もね配信しました、このメイが収録されていたドリームリーグ、これの恐ろしさっていうね紹介させてもらいましたね配信で。まだねご覧になってない方はこのサムネ探してみてください。知っていて損はないはずです。はい、どんどん行きましょうね。次はこちらです。ミュー VMAX の HR でございます。2021年9月24日発売、フュージョンアーツ収録のスペシャルアートです。こちらね変動もえぐいですしね、価格もえぐいです。1月はね5万円だったんですね。それが現在今7万1000円まで上がってきました。ここ何ヶ月ね、HR 系の SA が高額位置にね大体君臨しております。例えばねブラッキーとかそれからレッグザとかなんですけども、実はね変動率で言うとスペシャルアートの中でもトップレベルに動いているのがこのカードなんですね。6月16日に控えている151の発売がねもしかしたら影響しているのかもしれませんね。はい、次行きましょう。こちらでございます。ミミッキュ VMAX の CSR でございますね。こちらも、同じく VMAX クライマックス収録のカードなんですけど、しかし可愛いですよねこのカードね。こちらも斉藤直樹さんの作品です。トリチャさんを見てみましょう。だいたいね6、7000円前後をねキープしていたカードで、まあ、CSR の中でも大変人気のあるカードでした。グラフの右の線、これ何が起きてるんですかね、ちょっとあれですけどね。在庫が切れてから現れたらビャーンとね12100円、ほぼ倍額となりましたね。大変これ怖い動きを示唆しております。さて一緒に写っているアセロラです。見てみましょうか。はい、同じね V クラ収録のアセロラの予感なんですけども、これも大変なことになりましたね。ついこの間まで2万円もなかなか届かなかったカードだったイメージがコロムシにあります。それがね5万円に一気にいっちゃいましたからね。今はね少し下がりまして4万8000円ということですが、それでもかなり高額な位置をキープしております。こんなね上がり方なかなかお目にかかれないです。正直引くレベルでしたねこれ。まあ、ですがアセロラが高騰しているならと、まあいろいろ考えてみてくださいね。あんなカードも実はひっそりと上がっているかもしれません。変動がねこう異常だっただけで、この子はね過去の動画配信でも何度もお伝えしております。上がるから保管してくださいねと。これねなぜかっていうのはね、これも散々伝えたんですけど、ご察しの通りアセロラだからなんですね。もうせっかくですからね先輩カードを見てみましょうか。こちらでございます。この2点、左側はですね6年前発売されました新たなる試練の向こうというパックに収録されていたアセロラ、1月8日のね52万8000円が最後で在庫切れです。もちろん現在こんな価格で購入はできないはずです。そして右側、これエクストラバトルのアセロラです。こちらはプロモカードですが、3月9日の378万が最後で在庫はありません。この子もこの価格ではとてもじゃないですけど購入できないと思います。こんなね普通じゃない先輩2枚と先ほどのアセロラの予感、 SR 枠で言えばこの3枚しかアセロラカードは存在しません。これが高騰すると考える最大の理由でしたね。普通にパッと見てそりゃそうだよねって感じしますよね。
正直このアセラの予感の高騰は必然だと思います。ただちょっとね変動がエグかったっていうだけでおーおーって なっちゃいましたけどね。でね、せっかくちょっとエクバ紹介しちゃったんで、まあ、ついでにこっちも見ておきます。こっちも見ておきましょうか。はいはいはい。こちらの子もですね、最近騒ぎを起こした張本人ですね。左は6年前発売の GX バトルブースト収録のリリエ、通称ガンバリリエと呼ばれています。備品数や現存数を考えても174万円ではもう買えませんね。ずっと在庫切れですし、さらに右はエクバのリリエですね。アセロラ同様のプロモでございます。昨年11月からずっと在庫がありません。最後は338万書かれておりますが、確か最近1000万いったんじゃなかったでしたっけ。なんかそんなような話を聞いたような気がします。ちなみにですよ、これ左右どちらも斉藤直樹さんのイラストですからね。はい。そしてこの後にね、もう1枚、100万から120万くらいするのかな、今通称帽子リリエなんて呼ばれてる、カードが1枚存在しますが、その後に出てきたのがこの子たちですからね。左がね、ドリームリーグ収録のリリエの全力、今も、大変話題になっているカードです。ここ最近で起こったもう異常 MVP のカードじゃないですかね。ちょっと前まで2万5000円前後だったんですよ、このカードも。で、それが現在11万8000円まで行きました。しかもまだね、伸びそうというか、伸びる力がまだちょっとありそうな感じしますね。さらに右はボックス購入特典で配布されたプロモピッピ。現在6万9800円まで上がってしまいました。これもね、アセロラと同様、やっぱりね、この動き恐ろしいんですけど、まあ、先輩見るとなんか、まあまあ当たり前かもなってちょっと感じたりしませんか。はい。まあ、リリエとね、アセロラ、恐るべしということでね、かなりババババババってちょっと紹介しちゃっていましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、こんなことね、とっくに、分かってるよ、やってるよっていう方もね、いらっしゃるかもしれません。でもね、改めて、このように一点一点見ていくと、高騰したそのカードの関係性から読んでみる。要はですね、高騰カードから、影響を想像し、価格が変化しだす前に予想する。これが、本日の配信で一番お伝えしたいことでした。この者はね、配信を通じてこのように楽しんでおります。共有できることがあったりとかね、共感できることがあったら、こうどんどんね、こうお伝えしたいなと思って日々配信しておりますので、ぜひね、共感していただける方がいらっしゃるようであれば、試してみるのはいかがでしょうか。今回もですね、やはり好き勝手な、見解をペラペラお伝えさせてまいりました。改めて、正解ではございませんからね、参考程度で見る動画でございます。こんな配信で、行っているこのチャンネルではございますが、参考になった、また見てみたい、また見てみたい、また見てみたいと思っていただけるような方がいらっしゃるでしたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。